はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために配信している番組でございます。はい、はい、ということでですね、はい、いやもう本当にね、今日はね汗かくことばっかり今のもうだいぶ冷や汗かいたんですけどその前にものすごくホットな汗かいてきてるんですよ。はいはいはい、でもうダラダラでしょう、もう僕、はいはい、これなんでかというとですね、それは、はい、実はこのマテリアルのすぐ近くにあるお店がありまして、はいはい、中華料理屋さんがありまして、はい、でそこでですね、はい、刀削麺、刀で削る麺って書くんです。あの要はね、麺のこういう球体、あのこう、はいはいはい、練ったやつね。でそれをあの、こんなねちょっと反り返った、あ、それ専用のやつ、ね、それ専用のやつがあるんです。それ専用の、あの、はい、包丁があって、それでピャーってこうやって削っていったら、はい、細いこうなんかくずみたいなのができていくんですよ。はいはいはい、でそれをあの麺みたいにして茹でて、はいはいはい、麺として食べるっていうね。でそうするとなんか面白いのね、はい、あの全然均一じゃないの、あ、麺の太さがバラバラ、うん、あの薄いやつもあればごっついやつもあったりとか、でこのねごっついやつとかが、うん、なんて言ったらいいかな、あの餃子の耳みたいな感じでプニュプニュしてるんですよ。でこの食感がバラついてるのがまた逆に美味しくて、あの薄いやつはなんかあのトロトロになってて、はいはい、ごついやつもプニュプニュしててもちもちしてるんですよ、すっごい。はいはいはい、でこのなんかバランスの悪さがね、美味しい上に僕が食べたのは麻婆刀削麺、辛かったんですか、すっごいスパイシーやったんですけど、はい、めちゃくちゃうまくて、あ、いいですね、もう食べながら鼻水ドリドリみたいな感じですけどねいや気になってたんですけど、一回も行ったことない、うん、そうそうそう、あそこめちゃくちゃうまかった。それがですね、4種類あるんですよ、うん、麻婆牛肉刀削麺と、はいはいはい、五目刀削麺と、で麻婆刀削麺と、まだなかったんですけど、はい、4種類あって、なんかおばちゃんにあの全部食べに来てくださいって、なんかちょっとあの中国人の方が、はい、この辺多いですね、多いですね、はい、多いですね、中国系で、はい、でもね、めっちゃ美味しい、買ったんで、僕実 は、はいはいはい、あと完食です。もう完全にあの全部飲み切りましたはい、はい、っていうかね、あのあれなんですよ、刀削麺が、はい、あの下の方にあるのがくずみたいになってて、これ飲まんと無理やんみたいな感じだね。もう刀削麺っていうのは、うん、そもそもそういうもんなんですか。そういうもん、バラバラの大きさ、あの基本的にもともとがね、多分ね、あのウイグルの方で、はい、ウードンっていうのがあるんですよ。ほんまにウードンって、うどん、うどんの元ちゃうかって言われてるんですけど、はいはいはい、でそのうどんっていうのがそのまさに刀削麺なんですよ。ほう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 。でそれが元で、うん、今日本にも来てるんですけど、はい、めちゃうまい、俺食いたいと思ってたんで麺好きなんですよ。いやー、ついに食べれまして、収録前やねんけど、はい、すいません、収録は夕方なんであのランチ食べそびれたんでお腹すいたんで、はい、食ったろと思って、いやもう汗だらだらです。ちなみに、はい、おいくらぐらいだったんですか。あ、ね、麻婆刀削麺で880円、はい、で五目刀削麺やったら780円、なんかそうなんですね、お安いです。そうなんですよ、安いです、ね、だから880円で安っと思って、はいはい、安いっすねって思わず言ってもらったって、うん、かなり満足しましたね、はいはいはい、いい感じでございました。頑張っています。ぜひぜひ行ってみてください、はいはい、あのあそこ美味しかったですね、はいはいはい、はい、ということなんですけども、はい、今日はだから4月10日なんですけどね、はい、はい、4月5日にですね、はい、あのね、まずね、皆さんすいません、あの僕らいつも収録が2週分撮ってるんですよ、2回分撮ってるんで、はい、だいぶ早く撮ってます、はい、でそのために全く状況分かってないのにそれらしいこと言ってるんですよ。だから前回の、4月3日配信のやつは実は3月18日に収録してんねんけど、 そうですね、その時点であのなんとね、あの桜の開花が3月19日なんですよね、はいはい、だから俺らまだ開花してないっていう感覚で、開花してないから、はい、きっと4月3日まだ大丈夫やでとかって言って、はいはいはい、4月3日の開始の時に僕はあの、うん、いきなり桜桜とかで歌ってるんですよね、うん、でももうすいません、もうあの葉桜にだいぶなってたりとかしてる、あのもうね桜も散ってる感じだと思うんで、はいはいはい、あの何言ってんねんこいつらと思われてたんじゃないかなと思うんですけど、すいません、分からずに喋ってました、はい、でもお花見ランやります言うてるから、はい、やらなあかんな言うて、4月5日に、5日ですね、
はい、でもラストチャンスですね。そうですね、あの結構ね、あの緑とピンクのこのコントラストみたいな感じですね、はいはい、この辺に流れてるんかもしれへんかなっていう感じなんですけど、はいはい、僕ね葉桜も好きなんですよ。葉桜ってねすごい生命力あるじゃないですか。そうですね、うん、もう桜って散るんだけど、花びらが散った後から葉っぱがギューってこう力強く伸びてくるじゃないですか、はいはい、あの葉桜の時の桜も僕結構好きで、はい、本当に色もね、そのやっぱり、ね、優しいじゃないですか。そうなんですよ、あのどぎつい緑じゃなくて、はいはいはい、優しい黄緑というかね、はい、なんかそういうのがすごく春ですね。そうなんですよね。だから、はい、まあ、あの葉桜の下を、はい、まあ、ちょっとそういうの見ながらね走ったりするのも、ね、なかなか楽しかったと。お昼にやるのは初めて、チームラッシュとしては初めて。そうなんです、はい、もうこれ僕の大提案なんですけど、ね、はい、やっぱ夜に走るのとね、そうですね、昼の光の元で走るのと全然ちょっと感覚が違うんで、はい、まあ残念ながらの参加できた人できなかった人は急に告知したんでいらっしゃったと思いますが、はい、また、機会があればこういう機会もね、はい、どんどんやっていきたいなと思ってますので、はい、また、情報をチェックしておいてくださいっていう感じでございます。はい、はい、それではですね、はい、今日もですね、挑戦者がですね、はい、来てます。待ってました。来てます。はい、来てますか。来てますって言うんですね。はい、で、来てるんですけど、はい、2回目です。あ、2回目です。はい、2回目です。はい、ほんまね、もう2回目ですわ、はい、という感じで、なぜ2回目の挑戦になってる。まあでもね、実はね、番組的には3回目なんですよ、登場は。はいはいはい、1回はリモートで出ていただいて。あ、そうですね。そうなんです、最初出てもらいました。そうなんです、リモートで、どっちもZoom のことよう分かってへんから、はい、感覚が分かってなくて、喋りがうまいこと噛み合ってないみたいなやつがあったりとかして、はい、今から何かやろうとしたら、すいません、もう時間ないんで、バーンとブツンって切ったったみたいなのがあったんですけど、これだけ言うたら分かる人は分かってるかもしれませんが、3回目の登場になります。はい、はい、お呼びしたいと思います。はい、お願いします。はい、竹本さん、はい、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。はい、ということで、はい、いやいや、ちょっと待って、慌てず、はい、はい、ということで、3回目の登場になります。はい、竹本さんなんですが、よろしかったらお名前と所属を言っていただいていいですか。所属はい、はい、木経塾の柿本と申します。はい、はい、そうですね、木経塾、ちょっと前に聞いた名前よりも、はい、ちょっと若干短くなってる。そうですね、3文字ぐらい短くなってますよね。はい、その団体を大会は、はい、破門されまして、破門、はい、ってこの何かいやーってやったらこうバーって広がっていくみたいな、徐々に。いやいや、そっちの波紋じゃなくて違うの、太陽の波紋とかそういうやつじゃなくて、波紋掘り下げんどいてくれるから。あ、ごめん。はい、さらっとさらっと、はい、そうですね、はいはい、まあ言ったら独立して、新しいですね。はいはいはい、そうですね、はい、はいはい、独立されたと。はい、で、気持ちも新たに、はい、気持ちも新たに、されたということで、そのプレゼンをしに来ていただいたということですね。はい、はい、そうです、よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、なかなかですね、いろいろと見せていただけるみたいなので、皆さん楽しみにして、あんまり楽しくないんだけど、見ていただければなと。またまた本当に、はい、はい、やっていきたいと思うんですが、はい、では、判定員の方、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日実はですね、ちょっと事情がありまして、判定員1人少ないので、僕も一応判定員になります。はい、はいはい、聞いてないよ。何が？いや、だって3人おらへんかったら、そらそうか、そらそうですよね。1対1やったら、はい、確かに、ね、はい、争うことになっちゃうんで。そうですよね、はいはい、僕も判定員ですから。はい、楽しい。これ持ったらこれやりたまるんだよね。これやりたまるんだよね。はいはい、あ、これいいわ、これいいわ、すごい、すごいいいわ、これ。はい、ということで、まあ皆さんお分かりだと思うんですが、このプレゼンありかなしかというコーナーでは、はい、10分間プレゼンしていただきますが、その10分後にですね、判定員によって、丸か×か、判定されます。で、丸が出れば、まあ、そのまま、笑顔で帰っていただける感じなんですけども、×が出ますと、その瞬間にモザイクがかかり、声がボイスチェンジャーで変えられてしまいますんで、そんな周知に、はい、はい、もう名前もなんかもうモザイクかけちゃいますから。あ、はい、頑張ります、はい、面白くなかったらやっぱりね、ですよね、ですよね、はい、面白くしていただこうということで、はい、ちなみにもう一応もう一回言っときますよ、はい、僕も判定員ですからね、はい、それはなんか僕も判定員ですから忖度しようってことです。僕も判定員ですから。はいはいはい、わかりました。はい、
ね、判定員ね、判定員でもね、イエーイ、はい、ということで早速始めていきたいと思います。なんかパワハラちゃうんだけど、はい、そんなこと僕市内持ってへんの。はいはいはい、いきます。はい、はい、それではいきます。このプレゼンありかなしかスタート。はい、どうぞ。はい、あの先ほどちょっと申し上げましたように、はい、あの新しい流派を、はい、あのまあ、あの立てた形で、はい、そうですね、天陽流柔術という、はいはい、まあ、あの護身術、はいはいはい、であのそれをやっていくんですけども、はい、あの前にもともといくつか あの武道や武術を、ね、はい、あの、はい、まあ、こう学んで、はい、あの来ることがありまして、あの実は僕と柿本さんって兄弟弟子だったんですよね。あのもともと前にやってた格闘技の、はい、ジムで先輩と後輩で、はい、兄弟子と弟弟子っていう関係だったりとかもするんで、はい、だからお世話になってます。いやいや、もう本当にね、あの数えたらね43年ぐらいの付き合いなんですよ、ね、びっくりしましたけど数えたくない感じです。はいはいはい、で、はいはい、すいません、はい、そうですね、それでまあこれまでの経験をあの今生かしてやっていこうということにしました。だから、はい、あのいわゆるそれまでの歴史であるとか、うん、あのそういったものはもう一切ない、はい、本当にあの生まれたての、はい、あの団体というか、はい、団体であり、はい、あの流派であり、はい、でその天陽流というんですけども、護身術をあのやっていくということなんですけども、うん、やっぱりその武道をやってたりあの格闘技をやってたりして、どっち側からもあると思うんですよ。格闘技をやってる人にとってもこれは、うん、どういうふうに役立つものかなって思う時もあるでしょうし、うん、逆にあの習う前の人たちが、うん、あの何かをあのそういうものをやってみたいんだけれど、あのちょっと今一つどうやったらいいかわからないと、うん、でそれと今いろんな世の中が変わってきて、例えば武道や格闘技とか、それそもそも運動全般の価値観自体がもう変わってきていると思っています。そうです。でもそれでもね、あの私がこういうものに感じたのは、あ、人間ってここまでできるんだっていう面白さ、それと、まあ、歴史を積んで語り継がれていたものというのを生かしながら、うん、かつ現代のそういう脳科学であったりとか、はいはいはい、もしくは例えばその犯罪心理学であったりとか、そういったものをあの反映をさせる形でプログラムをもう一回見直してみたんですよ。なるほど。もうそれはもう慣れない形で詰め込みましてね。あ、もう脳みそバーンって感じなんですね。そうですね。時々ちょっとこの辺から。ダメよ、10分の中のなんか貴重なものたくさん使ってしまう。ごめんごめんごめん。それ でそれをあの、まあ、やっていこうと思ったんですけど、何よりもあのよく知ってると思うけど、運動とか全然ダメで、そうですね、で運動全然ダメだった人が武道や格闘技で、あ、面白いなってなって、なんとかまあ今あるわけですよ。はい、じゃあそれをどう自分だったら伝えるか、例えば上達していくのにはどんな風な過程を経るのかっていうのは、これはもう別にあの習い事とか全般そうですよね。うん、あの行ったところの例えば人間関係であったり、あるいはその内容の面白さであったり、うん、上達のツボみたいなのを掴んだら伸びていくじゃないですか。うん、そうですね。でそういうのをうまく提供していけたらなということで、あの、まあ、ちょっとあの作り始めたところでございます。あのね、はい、まあまあ僕があえて添えて言うならね、あの柿本さん何がすごいかというと、まあまあ10年道場をやられてるわけですよ、あの武術の道場をね。で、あの普通ですよ、普通武術道場で10年間で、最高14人、14人ですね。それでもその師範っていう人をね、はい、インストラクターを14人も育ててるんで、なかなかないんですよ。あのはっきり言って他の流派で言うても全然そんなんてありえないくらいの人数だと僕は思うんですけど、ね、まあ、ありがとうございます、うん、はい、しかもそのほら回転している人間の規模で言うてもそうじゃないですか。例えば1000人よって14人とかって少ないなって感じなんだけど、別に1000人とか門弟がいたはるわけじゃないですよね。分母が小さい。そうね、そうでしょ。そん中で14人もあの師範になってるっていうのは、もうそれはね、あの師範、まあ師範ってあの柿本師範自身のその指導力もそうだし、人間力もそうだし、門弟の方に聞いたらね、やっぱね上達したくなるらしいんですよ。うん、あの柿本師範の教え方やったら上達したくなるっていうのを僕は何人からも聞いてるんで、あの取材もさせてもらってるんで、それはもうぜひ付け加えておきたいですね。だからもう道場の空気が、あのいわゆる武道道場の空気と全然違いますから、うん、はい、実際どういうようなものを習うのかっていうと、うん、まあなかなか難しいんですよね、うん、いろんな武道があるので、うん、もちろん襲われる時の状況ってそんなに多様化されたものではないんです、うんうんうん、どうやって対処するかっていうことを大概言われるんですけど、うん、
ちょっと実は考え方違ってて、うん、消耗してしまうようなやり方で対処してしまうとアウトなんですよ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。どちらかというと、その、逃げるとかそんなん全部含んでなんですけど、うんうん、その、よく、例えばじゃあ、こうやったらいいとか、うん、蹴ったらいいとか言うんですけど、うん、そういうやり取りでフィジカル勝負に入ってしまうと、うん、先にフィジカルがなくなった方が、うん、ね、女性の護身術とかっていうのはそういうことを考えないといけない。でそれで持ちから尽きたところをこっち側は思うがまま、うん、ってなってしまう、うん、でそれをじゃあどの段階ぐらいで冷静に判断できないといけないのかということを、うん、技の一つ一つで作っていくという感じです。それをまあ日本の古い武道の形を使って、そちらのその新しい切り口の方でやっていくという感じですね。だからまあ掴んでバーンとやったり、いろいろあったりする。いろいろあったり、もうほんまに、何関西人って感じですよ ね、 すね、はい、バーンとここでやってみたいな、ね、ガーンとドーンみたいな感じですよね。あの擬音だけで生きていけるよね、はい、ね、そうですね、はい、擬音と擬態語だけで生きていくんですけど、じゃあ、はい、なんかそれはあれですか、やっぱこういう感じの技をやりますというのは見せた方が分かりやすい感じですかね。あ、じゃあお見せしましょうかね。はい、じゃあ分かりやすい形でちょっとやりましょう、はいはいはい、かな。なんかじゃあ何かしてきてください。なんかはい、はい、じゃあこのまま、やっっていう感じですね。はい、分かります。はい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 、うん、いや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 、耳はいかんよ。耳はいかんよ。どの辺やったら見えるの？いや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 、だから、はい。いや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 、肘はいかんぞ。はい、で、とりあえず電話してみたり。いやいやいや、はい、はい、ありがとうございます。すごーい。冷や汗かいて。でも、まあ、もう帰っていいよ、俺。はい、はい。はい、ただね、難しいのは、はい、何かをしてくるのが分かってたら、あ、そうそうそうっていう話なんですよ。そう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 。で、それは分かってる前提で、じゃあ相手が殴ってきたらどうするとか、そういうようなデモンストレーションをするしかないんですけれども、でも実際はもっと固まります。そうそうそう。もっと固まるし、もっと動けなくなるし、呼吸だって上がるし、思った力も出ないし、そんな中でやることっていうのはもうあんまり考えてどうこうとか手順がどうっていうのはできないです、うん。一つ、ただ大体体ってどっち側に動くかとか、うん、でこう動いた時に関節とかで大体こういうふうに動いていくとか、そういう流れですね。こちらから発信するのもそうだし、相手の力が入ってきた時に大体どういうところまで通せるかとかいうことを含めて、言ったらプログラミングしていくんですよ。プログラミングして、自分の体の中でプログラミングしていく方法が、その稽古でプログラミングで、実際に動くときにはもうそれをそのままポンと解放させるという、ね、稽古見たら分かるんですけどね、全然技かかれへんっていう人が、柿本師範がここ、こうやってって肩ちょっと落としてあげるだけでパーンってかかったりとかするんですね。本当に本当そんなちょっとしたことなんですね。そのなんかすごく不思議なことのように見えるんですけど、結構コロンブスの卵みたいなもんね。そうなんですよね。まあ、という、はい、まあ、内容が受けられるのが木計塾という感じですね。そうですね、はい、なので、まあ、もういろんな人たちにこう学んでいただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで終わりました。ありがとうございました、はい、いやー、10分あっという間ですね。あっという間で痛かったよ、本当にね。なんか根に持ってます。いやいやいや、全然何もそんなこと思ってないですよ、なんかね。よいしてるの。ないこっちが、こっちが、こっち裏じゃないですか。あー、いや、それ肉つまんでるだけやから。あ、そうはい、ということで、このプレゼンがどうなのかというのを判定員の皆さんで、判定させていただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、それでは、はい、このプレゼン、ありかなしか判定。はい、丸三つです。はい、どうも。はい、ありがとうございました。お前、なんで俺丸持っててんやろ。間違い、こっちこっち。勘弁しろ。
ということで丸でございました、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。あのね、道場の外観にかかってるやつも、ね、はい、変わりましたし、あの、はい、ロゴデザイン、実はロゴデザインを、はい、あの日浦監督に、はい、あの私の方でさせていただきました、はい、あの、はいはい、元のデザインをうまく生かす形でというオーダーに応えていただいたので、はいはい、あのいいロゴだったので、はい、あれは、まあ、あの本当にいいロゴです。ぜひあの皆さん見に来てください、はいはい、見に来るだけじゃなくてぜひ体験もねしていただいて、ね、ロゴだけ見に来てもねロゴ、あ、これかへぇまあ最高かっていうそれは ね、あれやから、はい、あのどうせやったらあの道場の中まで見ていただいて、はい、そうですね、はい、よかったら体験して、はい、そのまま、やられてみてください。痛いですよ、はい、はい、ということでございます、はい、柿本さんありがとうございました、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、はい、おはようございます。はい、はい、その情報を、見に来ました、はい、はい、ありがとうございます。いつこの日はね、お花火ダウンやって、はい、よかったなと、楽しかったですね。はい、またね、12日の、はい、月曜日もチームラッシュがございます、はい、あります。そうですね、そう、10日土曜日に、はい、ボードゲーム大会を行います。そうでした、そうでした、ボードゲーム大会、16時からですね、はい、そうですね、これノートレですから、ノートレです、めっちゃ面白いです。はい、はい、で、まあ、16時からなんですけど、はい、まあね、あのお店に来てもらってこの番組見たよって言ってくれたら、お、私の素敵な笑顔をプレゼントします。竹本さん、技かけてこれ、もう、ね、見てもらって、はい、もらえたらなって思っておりますので、はいはい、じゃんじゃんお越しください。はい、はい、ください。はい、参加費は1500円。すいません、よろしくお願いします。はい、皆さんで一緒に楽しみましょう。はい、はい、じゃあ、はい、帰りまーす。はい、ありがとうございました。はい、はい、では次、高橋さん。はい、おはようございます。はい、シネマというのからコーナーでございます。はい、シネマコミュニティの高橋です、はい、はい、ちょっと今日はね、はい、いつもと雰囲気違うんですけど、事情でございます、申し訳ございません、はい、私の事情でございます、はい、はい、でも、まあ、FM 番組の宣伝もできるんで、はい、連動してますんでよろしくお願いします、はい、今日はね、柿本さんが来たということで、はい、そうです、ちょっと武道系で行こうかなと思います。はい、はい、私のブルースリーよりも好きな、はい、ガッキーチェンの映画でございます。はい、水拳なぜか2、はい、なぜかつ、なんでなんでしょう。1見たんですけどね、1のね、パンフェットが行方不明でございました。はい、はい、はい、これは1994年12月10日日本公開の香港映画です。はい、途中からね、監督がジャッキー・チェンになってるんですけど、はい、前半は降板しました、はい、ラブ・カー・リョン監督がやってます。これは少林寺36、はい、ボートとかやってますけどね、はいはい、なぜかこれ後に水拳3と超水拳というのを監督勝手に作って、はいはいはい、だから揉めたんでしょう ね、はいはい、はい、そして出演はティロ、うん、男たちのバンカー、はい、バンカーに出てます、はい、そしてジャッキー・ガールがアニタ・ムイン、はい、レッド・ブロンズ、はい、この次の年に捉えた映画ですね、はいはい、が出てます。制作総指揮はレナート・ホーさんでございます、はい、水拳2っていうね、題名ついてますけども、ジャッキーが1978年に主演して世界中で大ヒット、はい、ドラッグモンキーとは特別にはつながったんですね、はい、だからただ中でちょっと水拳を使うというだけの、はいはいはい、水拳だけのつながりで、そうですね、はい、だからね、なんか歴代の先祖たちが眠っている土地が鍵というだけがキーワードでございます、うん、はい、まあまあジャッキーの映画ですからね、はい、まあ、初めはちょっといけるかなと思ったのが、はい、まあ、悪役とぶつかって、はい、また苦難にあって、はい、悔しい思いをして、訓練をして立ち上がっていくという作品でございます、はい、そんな感じですけどね、はい、今年ジャッキーはゴールデンウィークにプロジェクト V というのがやりました、はい、まだまだ頑張ってますんでね、その辺も見ていただきたいと思います。はい、ではパンフレータの思い、ちょっとこれ分かりにくいですけど、はい、はい、ここですね、はい、カンフーハッスルです。こちら2004年公開、香港中国の合作です、はい、監督チャウ・シンチ、はい、有名ですね、はい、ゴッド・ギャンブルとかね、いろいろあるんですけども、はいはいはい、これは少林作家というのが前に流行って、はい、その連続ですね、はい、撮り方というのはね、はいはい、これは、そうですね、あのアメリカで公開された海賊映画としては2005年度の最大のヒット作になっています、はい、まあ、前作が良かったんで、まあ、そのようにね、はい、作りましたけどね、はい、どうでしたか、ね、うん、まあね、はい、やっぱり、ね、カンフー作家良かったですね、はい、はい、ですね、でこの後に、一応カンフーダンクというね、はい、バスケットボール、あー、はい、はい、はい、ありましたね、私はそれが、ね、ありましたね、好きだったんですけど、はい、でもまあそれもカンフー映画というとやっぱりどうですか、一回は自分は一枚思ってたんが、うん、途中でそれでも強いのが現れるんですね、はい、そうですね、でまたそこに
復習しに行く、はいはい、作品でございます。王道のね、はい、まあ、柿本さんの武道とはまだちょっとだいぶ違いますね。違いますね。松は、うん、はい、そんな、はい、別に戦うためのあれじゃないですね。はい、自分信じてるね、はい、なんでね、はい、この機会にですね、はい、見ていただきたいと思いますし、はい、またよければそのジャンプという新作ですね、はい、V ご覧ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、エンディングでございます。はい、ということで、はい、なんか今日も慌ただしいですね。そうですね、なんか一人少ないんですけど、なぜかバタバタしてますね。、はい、なんでかしらの、せっかく行ったのよくわかんないけど、はい、何かあったんですか。何かあったんですかね、なんかね、はいはい、本当にありません。一瞬パッてことはい、という感じで、まあ何でしょう、4月ですで、まあ、10日でもあるんですけども、はい、まあ、多分新しい期になって、はい、新しいこと始めてらっしゃる方もそうです、ね、たくさんいらっしゃると思いますし、はい、今からなんか新しいこと始めようと、まあ、コロナ禍ではあるんですけど、はい、そんなコロナ禍でも、コロナ対策きっちりやって皆さんね、営業頑張ってらっしゃいますし、はい、こちらの道場もコロナ対策に関してはかなり力を入れてらっしゃるので、ぜひ一度体験してみていただいたらいいんじゃないかなと思いますので、はい、ラッシュに体験に行くもよし、はい、ね、こちらの道場に体験に行くもよし、まあ、天満橋、駅から歩いて5分ですから、駅から橋渡ってほんとすぐのところになりますので、はい、ぜひよかったら、一度足を運んでみてくださいという感じですね。はい、はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。来た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 来